心も脳もワクワク、脳トレ音楽堂です。それではまず最初に日にちの確認をしてまいりましょう。はい、本日は令和5年10月25日水曜日です。はい、10月25日何の日でしょうか、はい、調べますね。今日はね、新潟米の日、新潟のお米ですね。はい、いいお米、新潟コシヒカリ。はい、お米、はい、いいですね。頭文字を取ったって感じですかね、はい、そして世界パスタデー、はい、ということでね、はい、はい、イタリアパスタ、はい、そしてリクエストの日、産業観光の日、民間航空記念日などとなっております。はい、はい、それでは本日の2曲お届けします。2曲を紹介していきましょう。はい、本日の1曲目は砂山です。はい、はい、砂山、今日は中山新平さんの砂山、はい、お届けします。はい、そして手遊びがありまして、はい、2曲目は私の太陽、はい、大空美代です。はい、はい、世界パスタでイタリアの曲ということで選んでおります。はい、はい、それではまず1曲目中山新平さんの砂山、こちらの曲の解説をお願いいたします。はい、砂山は、詩人北原白秋さんが、はい、1922年大正11年に、はい、作られた詩が、たくさんの作曲家の方にその後、はい、曲をつけられまして、はい、有名なのは中山新平さんのもの、はい、今日お届けするものと、はい、山田耕作さんが曲をつけられたものですね、2つが知られております。はい、はい、中山新平さんは、北原白秋さんが作詞をされた年と同じ年の1922年大正11年に、音楽をつけて発表されております、はい。北原白秋さんは新潟に行かれることが多かったんですかね。あ、一応ね、なんか公演か何かに行かれたみたいですね。なるほど、はいはい、その時の風景から着想を得てこの詩を作られたそうです。はい、はい、それでは1922年、大正11年に詩が作られまして、はい、中山新平さんが曲をつけられました。はい、はい、この年は、はい、毎日新聞が展示毎日という展示の新聞ですかね、を発刊したそうです。なるほど、はい、江崎、後の江崎グリコという会社がグリコを販売しています。今も売られています。はい、はい、有名なお菓子メーカーですね。そうですね、はい、週刊朝日、サンデー毎日、小学5年生6年生など新しい雑誌がたくさんできたそうです。そうなんですね、はい、はい、わかりました。そういう時代に作られた曲になりますね、はい、この曲を今からお届けします。そして手遊びがありまして、その後にこちらの曲にまつわるクイズをお出ししようと思っています。はい、お楽しみください。それでは参りましょう。ミュージックスタート。もう日は暮れ
今日の手遊びはオペラカルメンのハバネラという曲でやっていきたいと思います。歌に合わせて手拍子をお願いします。タンタンタンタタンタンタンタタンタンタンタタンタンタンで反対でタンタンタンタタンタンタンタタンタンタンタタンタン、そういうハバネラのリズムでこれを2回繰り返した後でオーレイ、これで終わりです。じゃあやってみましょう。はい、では始めましょう。いかがでしたか？今日の手遊びはこれで終わりです。はい、皆様本日の手遊びはいかがでしたでしょうか？いかがでしたか？はい、ではここでクイズです。はい、砂山、こちらの曲の歌の歌詞に出てくる鳥、はい、鳥が出てくるんですけどね、はい、鳥の名前は次のうちどれでしょう、はい、1番カモメでしょうか、2番スズメでしょうか、3番カラスでしょうか。はい、お考えください。はい、皆様のお答えをどうぞ。正解は、はい、2番のスズメでした。はい、スズメなけなけという歌詞がございます。はい、ありがとうございました。クイズでしたね。はい、それでは2曲目と参りましょう。はい、はい、本日の2曲目は私の太陽オーソレミオです。はい、はい、イタリアのカンツォーネの1曲です。ナポリミニオですね、はい、はい、オーソレミオはジョバンニ・カプルロさん作詞、うん、エドゥアルド・ディ・カプワさん、読みにアルフレード・マッツサガン・マッツキ、はい、という方が作曲されております。はい、はいはい、作詞作曲は1898年頃と言われております。はい、世界中で翻訳されまして、さまざまな言語で歌われている一曲です。はい、普通はね、言語のナポリ語で歌われることが多いそうです。はい、はい、オーソレミオというのはそのままこちらの私の太陽という訳になります。はい、1898年ですね、日本は明治時代で、はい、明治31年です。はい、はい、この年は大阪に歌舞伎座が開場しました。日本初の公立図書館、京都府立図書館が、京都の御所内、御所内に、はい、誕生したそうです。日本初の公立の図書館、はいはいはい、そういう時代の曲ということで、はい、オーソレミオです。はい、それでは参りましょう。ミュージックスタート。Peace.
皆様本日の2曲そして手遊びいかがでしたでしょうか。いかがでしたか。それでは今日の曲を振り返ってまいりましょう。はい、本日の1曲目は砂山でした。はい、今日は中山新平さんの曲をお届けしました。はい、そして、手遊びがありましてクイズありまして、はい、2曲目は私の太陽オーソレミオをお届けしました。はい、イタリアの曲でした。はい、それでは明日何をお届けいたしましょうか。はい、明日は10月26日です。はい、早起き時計、はい、里の秋の2曲を予定しております。なるほど。はい、では明日もお楽しみください。はい、それでは本日も良い1日をお過ごしくださいますように。また明日お会いいたしましょう。ごきげんよう。